まさにですね、昨日このタイミングで、財政制度等審議会が意見書を鈴木財務大臣に提出しました。まあ、この内容にびっくりしました。建設業界を救おうという法案がまさに審議されるさなかに、財政審は財務省に予算を圧縮する方向性を示すという矛盾。財務省 4K、 すなわち巧妙に公共事業を削って中小企業を切り捨てる。お見事です。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回は5月22日に国土交通委員会の質疑に立ってくださった田谷亮さんをご紹介したいんですけど、この前日に同じく国土交通委員会で田谷さんの参考人質疑があって、建設業界の重要なポストを担う4名の方へ田谷さんがテンポよく質問を投げかけていくことによって、税が財源っていう認識でこの社会を生きる人々と、税は財源ではないっていう認識でこの社会を生きる人々との見えている景色、見えている世界ってこうも違うんだなって、同じ社会を生きているはずなのにね、建設業界にも税財源論が深く食い込んでいるんだなっていうことを確認できるような参考人質疑だったんですけど、同じその日にその裏側では経団連の徳良会長が鈴木財務大臣にさらなる緊縮を求める意見書を提出していてですね、そのニュースを読み上げると、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は規律ある歳出の目安の下で改革の取り組みの継続を求めるとした意見書を取りまとめ、鈴木財務大臣に手渡しました。財政審の意見書は経団連の会長でもある徳良会長から鈴木財務大臣に手渡されました。今回の意見書では歳出の構造をいち早く平時化させる必要があるとして、プライマリーバランス基礎的財政収支を2025年度に黒字化する目標を堅持するように求めました。医療では経済性などを勘案した保険診療が行われる仕組みを構築すべきと指摘し、介護では利用者負担の対象範囲を拡大するなど、給付と負担の見直しを早急に進めるべきとしています。ということで、本当日本社会から経団連と財務省の存在を追放したくてたまらないんですけど、田谷さんも今回の質疑の冒頭そのことに触れてくださってですね、国交省で建設業界を救おうっていう法案が審議されている最中に真逆の要望が経団連からされている矛盾、公共事業費がピーク時の1998年から2022年には 45% も削減されている現実。僕もそうですが、視聴者は資料が見れないので、その財務省の巧妙な欺瞞の手口がわからない場面もあったりするんですけど、財務省寺岡主計局次長や国土交通大臣相手に田谷亮さんらしく怒りを笑いに変換する、トンチを聞かせたシニカルな質疑にぜひともご注目ください。次に田谷亮君。はい、田谷君。はい、令和新選組の、一人親方田谷亮です。本日もよろしくお願いいたします。早速質問に入らせていただきます。まさにですね、昨日このタイミングで財政制度等審議会が意見書を鈴木財務大臣に提出しました。まあ、この内容にびっくりしました。人口減少などを理由に社会資本整備費に関してどちらかというと予算を圧縮すべきという内容が示唆されていました。まあ、国交省で建設業界を救おうという法案がまさに審議されるさなかに、財政審は財務省に予算を圧縮する方向性を示すという矛盾。ことわざに牛の角を貯めて牛を殺すとあります。まあ、いくら牛を高く売ろうとして角を立派に見せようと削ったところで、角には血液が流れているので削りすぎて牛が死んでしまっては元も子もないという意味です。いくら財政を健全化しようとも、我が国の重要な産業である建設業を衰退に追いやるような財政運営は愚の骨頂ではないかと思います。はい、ありがとうございます。大臣、建設業界にとっての血液ともいえる公共事業費を増やすこと、
すなわち業界へのお金の供給が何よりも特効薬だと思いますが、斉藤大臣のお考えをお伺いします。委員長。斉藤国土交通大臣。まず社会の発展において社会インフラの整備また予防保全が非常に大切であるということは委員おっしゃる通りでございます。その上でその建設現場で社会資本の整備の現場で働く方々の処遇を改善し、また将来が見通せる、この業界に入っていこうと、こういう将来が見通せるということも非常に大切でございまして、そういう意味では予算、いわゆる将来見通しのつく予算と、そのための予算の確保というのは非常に大切だと、このように思っております。はい、大臣ありがとうございます。まさに本法案では建設業に人が従事したくなるという新4K、先ほどいいねと、そうだと言っていただいた中村先生もこの間おっしゃってましたが、すなわち給料がよく休暇が取れ希望があり格好がいいを目指しているのですが、それに立ちふさがるのが大変恐縮ですが財務省 4K、 すなわち巧妙に公共事業を削って中小企業を切り捨てる、どれだけ巧妙に公共事業費が削られてきたのかを見てみたいと思うのですが、資料1をご覧ください。公共事業費がピーク時の1998年の 14.9 兆円と比べると2022年は 8.1 兆円およそ 45% 削減されております。当初予算ベースで見ても9兆円から 6.1 兆円と 33% 減です。人間の体に例えると 33% の血液を失えば致死量です。この失われた血液をどれだけ輸血できるかするか、すなわち9兆円の当初予算ベースにどこまで戻せるのか問われていると思いますが、斉藤大臣の熱い思いをお聞かせください。先ほども申し上げましたけれども、国民の安全安心の確保、また防災対策、国土強靭化等社会資本整備を行う公共事業は極めて重要でございます。その際原価の資材価格の高止まりの状況などを注視しながら、労務費も合わせて適切な価格転嫁が進むよう促した上で、必要な事業量を確保して、いかなければならないと思っております。国土交通省としては今後とも必要かつ十分な公共事業予算の安定的持続的な確保に向けて全力で取り組んでまいります。はい、大臣ありがとうございます。大臣、この資料1ご覧いただければ分かると思うんですけれども、上が国交省の資料ですね、下が財務省の資料なんです。これ1998年、平成10年、その次に財務省の作った資料によると25年まで飛んでるんです。で、これなんでかって言ったら、25年から毎年、予算を増やしているような雰囲気にしてるんですね。これひどいですよね。恣意的ですよね。これ国交省の まともですよね。はい、これ比べると一目瞭然なんです。こういうことをやるんですよ、財務省さんは。で、この5年間予算頑張って増やしていると、令和5年度も 2.2 兆円、予備費、積むと、補正予算組むと言って2000億円増やしたと豪語しているんですけども、ほぼ横ばいなんですよ。こんなのはこういうことを財務省やるということで、財務省にお伺いしたいと思うんですが、能登半島地震を鑑みると、今後の災害対策や日本の公共インフラを支える建設業界が衰退しないよう、平時には無駄とされがちだが、災害などの有事の際には役に立つという、すなわちリランダンシーの観点からも、公共事業費の持続可能な業界になるような上積み予算が必須だと思います。財務省は昨日の財政審の答申を受けて、今後公共事業費を増やしていく方針なのか減らしていく方針なのか、明確に答弁をお願いします。お答え申し上げます。近年の公共事業関係費につきましては、防災減災、国土強靭化の推進などを中心に必要な費用を計上しており、令和5年度補正予算においては前年度から1996億円増の2兆2009億円、令和6年度予算においては前年度から26億円増の6兆828億円を計上してございます。お尋ねの今後の公共事業関係費でございますが、災害の激甚化頻発化を踏まえた防災減災対策の必要性のほか、我が国の人口動態や社会資本の整備水準がすでに相当程度に達していることなど、さまざまな観点を踏まえ、
毎年の予算編成過程において検討し、国土交通省を含む関係省庁とも十分な調整をしながら、我が国の社会資本整備に必要な予算を計上してまいりたいと考えてございます。はい、ありがとうございます。まあ、財務省典型的な答弁 4K、きれいに巧妙に、結論を煙に巻き、まとめているけど結局明確にしない、お見事です。改めて議論したいと思います。資料5をご覧ください。建設業界の担い手不足を加速させる要因の一つとして、昨年10月からのインボイス制度の導入が挙げられます。ベテランの一人親方の廃業が日本各地で相次ぎ、若い人材は職業の選択肢として敬遠し、技術の継承は絶望的。インボイス制度導入は建設業界に悪影響を及ぼしていると認識しているか、国土交通省の認識をお伺いいたします。お答え申し上げます。国土交通省といたしまして、このインボイス制度導入に伴う影響を評価するのはなかなか立場上難しいわけでございますが、私どもの業界団体が行いました調査によりますと、インボイスの導入をきっかけとして収入が減るなら廃業するという声でありますとか、インボイスの手続きが面倒なため廃業すると、こういう声が一定割合あり、また2回にわたって行われた調査で比較しますと、その数字が1年前に比べて増えているというような、統計があることも確認をしております。これは一つの大事な事実として受け止めるべきだと思っております。はい、局長ありがとうございます。このアンケート結果、7000人で結構な、ボリュームありますので、建設業のこともこの深刻さもここに表れているので、ぜひ委員の皆様ご覧いただければと思います。ありがとうございます。質問終わります。午後2時から委員会を再開することとし、この際休憩をいたします。